国民党の深作ヘッスよりお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。部長、ただいまご紹介をいただきました国民民主党神奈川県第19区総支部長の深作ヘッス、深作でございます。玉木代表が少し遅れているということで前座を務めるような形となりました。ぜひですね、今奥にいらっしゃる方、今一歩、今二歩、三歩前へと前を進みいただきまして、駅の交通を妨げないよう今一歩前へとお進みいただきますよう、こういった司会業もさせていただいております。ありがとうございます。さて、私深作ヘッス、本日この宮崎台駅でどうしても街頭活動をしたい、その思いは何よりもここが地元だからであります。通常党の代表が来るというのは大きな駅や大きな公会堂で皆さんを集めてぜひ話を聞いてもらう、こういったことが通常の運営となりますけれども、私はこの神奈川19区で育ってまいりました。志木本町で育ち、宮前平中学校を出てこの宮崎台駅から近くにあった個人塾に通って、ここで友人とご飯を食べたり、昔ここがケンタッキーだった頃ここでたむろをしたり、そういった思い出の地で改めてなぜ私がこの地元から国政に挑戦をしようとしているのか、その思いと政策とそして皆さんにそれをお届けをしたい、その場所として本日はこの宮崎台駅へと皆様にお集まりをいただきました。まずもって私深作ヘッス、なぜ国政を目指すのか、それはひとえに国を守る、私たちの命や生活を守っていく、そのために国を守っていくという政策を、現場を知る実践者として政策を持って前に進めていきたい。先ほどご紹介にありましたアメリカワシントン DC にあります日本国大使館で2009年から12年日本の外交の現場で仕事をしてきました。この度岸田首相が日米首脳会談、アメリカワシントンにちょうど今もいらしてます。私はあの現場で受け入れをし、日米の国益がガリガリとお互いをどのように高め合っていくのか、そういった現場に身を置きながら仕事をしてきました。今この国にはさまざまな課題があります。もちろん教育の問題、エネルギーの問題、物価の問題、老後の問題、すべて重要な課題ですけれども、私はこの国家における最大の課題は私たちの国を、命を、財産を守っていくことだと思っています。政治には憲政、市政、国政、町政、さまざまな役割があります。先ほども市会議員の皆様からお話がありました。玉木代表がお越しになられましたので皆様拍手でお迎えください。ちょうど今から熱を上げていくぞと思ったところでブタッと切られましたが、この熱を再び今盛り上げていこうと思いますのでぜひ聞いてください。何話してました？ごめんね。さまざまなこの国家の課題、すべて重要な課題です。教育、私たちの未来をどう作っていくのか、私たちが老後どうやって生きていくのか、一つ一つが重要な課題であるけれども、もしこの国が危機に瀕したとき、私たちの命が他国から脅かされたとき、さまざまな課題は外交安全保障の前でその重要性を徐々に失っていきます。市政、県政、町政、国政、さまざまある中で国が担うべきは私たちの生活を、経済をもって守っていくこと、そして何よりも国益を守っていくための外交、そして私たちの国を自律的に守っていくための防衛、ここの部分が語れなくて国政を目指してはいけないと私は思っています。今岸田首相がアメリカにいます。私もアメリカの現場、日本国大使館で日本側の外交を担ってきました。
しかし同盟関係というのは一方だけの一方通行のものではありません。なぜアメリカが日本と同盟関係を維持をしているのか、これをアメリカの視点で理解しない限り、この二国間関係を真に理解することはできない。私はそう思い、アメリカの連邦議会、ちょうど岸田さんが議会で演説をされました。あの場で私は働いていました。ある意味ではアメリカの国益のために一時期働いたわけではありますが、日米関係の真実を見るためには、日本の主張だけではなく、アメリカがなぜこの日本と同盟関係を築き続け、かつこの日本と連携をしていこうとしているのか、この真実を理解をしなければいけない。私は代表の前で言うのもあれですが、その現場については玉木代表にも負けないだけの知見と現場経験があります。一昨日玉木代表から電話をいただきました。今度総理に質問をするんだけど、外交安全保障の現場、特にこの日米の首脳会談、質問を半分書いてくれないか、そのネタを提供してくれないか、この演説会の前に言われたらちょっとどうしようかなと、ちょっともう頭の中が半分総理の質問どうしようと悩みました。かなり立ち退きましたが、でも私は総理に対しても様々な言葉の端々に何が意味があったのか、私たちの国を守る上で、私たちの国益を最大化をする上で、どこのボタンを押さなければいけないのか、これを理解しているからこそ、何よりも政策を持って、そしてこの地元から国政を目指していく、そしてその思いをこの地元に集っている多くの皆さんに知っていただき、そうか、こういう思いでやっているんだなら、ヘッスにかけてみよう。政治の現場、どうしても与党なのか野党なのか、それに反対をするのか批判をするのか、こういったことばかりで語られています。私現在39歳、よく多くの方が若い人は政治に関心がないと言います。私はそれは正しくないと思うんです。政治が若い人に関心を持ってこなかった。私が小学校の頃、バブルが崩壊をしました。その頃から失われた時代が始まり、そしてその頃から少子高齢化がこの国の課題だ、老後の福祉が課題だ言われ続けて30年、なぜそれが変わってこなかったのか。これはひとえに与党を批判をするつもりもありません。野党のこれまでの姿についても、私はしっかりと政治が襟を正さなければいけないと思っています。だからこそ批判をだけをするような政治ではなく、今この国家に何が課題となっていて、それを解決をするためにどういった政策が必要なのか、これを前に進めていくことが皆さんが求めている政治ではないでしょうか。これを愚直にやっていきたいんです。これまで政治の現場、身近な現場でずっと仕事をしてきました。さまざまな政党から国政に、市政に挑戦をしないか、いろいろな声をかけていただきました。さすがに最初から国政に行くのは厳しいよ、市政や県政で修行してそれで国政を目指すべきじゃないか、そういうふうに言われたこともありますけれども、私の志はこの国を守るということにあります。政治を志すその原点は、外交や安全保障をもって私たちの国を、生命財産を守っていくところにあります。どんなに厳しかろうと、私の志を正面でぶつけていけるのは国政だけなんです。私のこれまでの経験や政策を生かせるのは国政しかないんです。だからこそ難しかろうと、国政に最初から挑戦をする。何よりもこの地元から、代議士というのは皆さんの声を代弁をし、議会に送られる人間であります。だからこそこの地元を目をつぶってでも歩ける。昔東州だったところ、今東州だ、あそこはオリジン弁当だったな、そういったことを共有できる多くの皆さんと、国家の理想像を掲げ共有し、それを前に進めていくこと、これが私のやっていきたい政治。
そして今改めて皆さんにお訴えをしたい、その姿であります。今日米間のさまざまな取り決めがこの首脳会談でも決まってきました。明らかに日本とアメリカがハブとなって、インドやオーストラリア、フィリピン、さまざまな国を巻き込んで、明らかにこのアジア太平洋地域は日本とアメリカのプレゼンスが大きな役割を果たしていく、これがどんどんと強くなってきた、そういった時代でもあります。その中において、私がこれまで働いてきた、今私の元同僚はホワイトハウスで働いています。先日ある企業の社長がホワイトハウス国務省における副大統領のレセプションに呼ばれたということでご連絡をいただいたとき、私はすぐにホワイトハウスに連絡をして、今回どういった人がどういう理由で呼ばれているのか、そういったことをおつなぎをしたりしました。外務省よりも官邸よりもアメリカの中枢で何が行われているのか、それを理解し、その上で私たちの国の国益のためにどのようなボタンを押せばいいのか、これを理解しているからこそ今国政を見ていて歯がゆいんです。なんでそんな議論をまだやっているんだ。私たちの国をそれで守れるのか、日々悔しい思いでいます。どんどんと多くの方々が、日本はアメリカの犬じゃないか、私はそんなことはない、私はこの国で育ち、日本人として日本の国益のために戦ってきました、その役割を果たせるのは国政だけなんです。議席がなければどんなに知識があろうと、どんなにコネクションがあろうと、これを生かすことができない。私は自分のために政治をやろう、政治家になろうと思ったことは一度もありませんけれども、これまで真剣に歩んできたこの歩みの中で得た知見をより多くの方に還元していく、そのためにはこの地元から議席をいただき、国政でその声を上げること、そして何よりもこの地域で暮らしている多くの皆さんの思いを代弁をしていく、この役割を果たしていきたいんです。ただそれだけなんです。国民民主党、私は玉木代表の姿も、国民民主党が国政に向き合う姿も、これに惚れ込んで国民民主党から挑戦を決意をしましたけれども、生ぬるい戦いではありません。国民民主党といって、あれなんだっけと駅頭で言われることも多くありますけれども、嘘をつかずに今必要なことを政策として前に掲げ、愚直にやっているこの国民民主党から挑戦をする、それ以外に私の選択肢はありませんでした。だからこそ今日もあえてこの宮崎台駅、地元で日頃からお世話になっている多くの皆さん、ポスターを掲示いただいている皆さん、この地元を連れ回ってくださっている皆さん、この皆さんに改めて代表とともにその決意をお訴えしたい、その思いで本日はこの宮崎台駅、こういった演説会を開催をさせていただきました。この後代表からも、私たち国民民主党が国政に向かうその姿、政策、お訴えをさせていただきます。ぜひ皆さんもヘッスに任せようではなくて、ヘッスと一緒に理想の社会を実現をしよう、一緒に戦ってほしいんです。一緒に実現をし前に進めてほしいんです。そのお願いをさせていただき、私からのご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。深作ヘッス総支部長のですね、熱い思いを聞いていただきました。だいぶ皆さんの体感も上がってきているのかなというふうに思いますが、もう少しお付き合いいただければと思います。ご案内の通り、深作ヘッスはですね、2022年参議院選挙にも出ました。25万3234票、この多くの票をいただきましたが、残念ながら議席をいただけませんでした。ただ今回チャンスなんです。この生まれ育った宮前区、この宮崎台、ここを含めた宮前区、そして、横浜市の都筑区、これが新たな選挙区としてなりました。ぜひこの19区という新たな選挙区で深作ヘッス国政の場に送っていただきたいと
というふうに思っております。今まで学んできた深作フェスのこの仕事してきたことが必ずこの川崎市のために、そして日本のためになります。ぜひ皆さん深作フェスご協力いただきまして、ご支援賜りますようによろしくお願いいたしたいと思います。